母校がインスタで野球選手を名指しで誹謗中傷したことは。内容は。そんなこと言ったら俺、あ、わかった。それは、まあわかった。by 50-50 の炎上です。理由は多分、こういうことだと思う。インスタでやったから、言葉のニュアンスが伝わらずに、ニコ生でやってたら俺炎上してないと思う。どう？その線は。俺もよく言うじゃん。くたばれ若林こんな野郎とか。言っちゃうのね。やっぱどうしても野球バカ、俺たちなんか頭焼かれてるから。でも、映像とか、言葉のイントネーションが伝わると、人間って、あ、まあまあまあ、冗談か、って分かったりするんだけど、インスタとかって多分文字だけでしょ。むずそうじゃない？俺インスタやってねえから分かんねえんだよな。書き言葉って難しいよな。だから、モコってしかもあれじゃん。バッファローズ基地会じゃん。近本のランニングホームランは茶番、オールスターはくだら。おい、なんでてめえ厄介なお前、厄介な野球ファンになっちまったんだよ。そんな熱い男じゃなかっただろ。ほんで、どうして厄介な野球ファンになったの？バッファローズやっぱ去年、近鉄じゃない。オリックスに人生を乗せるなよ、お前。お前、巨人、今年の、な、ちょっと前、一月前の巨人、地獄だったぞ。もう離れるんだ、一回、そういう時はもう。あ、そっか。吉田のデッドボールだ、絶対。吉田のデッドボールに激高したんですよ、絶対。なあ。おい、吉田のデッドボールに激高したんだろ。オールスターで。絶対そうだと思った。ただもうそれは許してやってくれ。あいつだって、佐々木朗希が完全試合やってて、みんな、ね、オリックスバファローズのファンも、全員が佐々木朗希の完全試合を頑張れ頑張れって応援してる中、最後の打者ラオウが三振した時に、チキショーって言ってたからな。あいつは、ババ吉なの。ね。まともだったら YouTuber なんかやってねえだろ。あいつバファロー吉がだよ、マジで。吉田正尚にデッドボールしたらアホの伊勢、伊勢は謝罪や。頭に来たんじゃない？たださ、伊勢、もうこう悪いやつじゃねえ。野球見てる時だけちょっとね、怒れちまうからよ。許してやってくれよ。許してやってくれ。野球見てる時だけそういう風になっちゃうの。いや、吉田を守備につかせんなとか言ってた。え、ちょっと待って、でもさ、去年、オリックス優勝してるから、オリックスの監督、中島がさ、やってたんじゃないの？パの監督って。違ったっけ？中島だよね？じゃあ自分の監督がやってんじゃねえか。でもそうなっちゃうんだよ。本当にもう、こればっかりは母校のこと言えません。俺も、若林、村田、半分殺害予告、殺害予告寸前まで行ったことあります。一試合、二ゲッツー食らって目の前で。この野郎、おめえ、俺の前でゲッツー食らったよ、なら！ってなって、頭にもう血がもう沸騰して、本当に殺害予告一歩手前まで行ったけど、ぐっと我慢、噛み締めたのね。野球見てる人はもうそうなっちゃうんですよね。母校のことベルーナドームで見たけど、マジで外でも動きながら切れたり落ち、マジで外でも動きながら切れたり落ち込んだりしてて面白かったし、動くたびにみんなに、だから、もう、許そう！野球見てるやつって、もう、近寄るな！気違いしかいねえんだから。自分より年収100倍とか1000倍もらってる、大の大人が160キロで飛んでくる鉄の塊を木の棒で打ってるのを酒飲みながら喜んで応援してる異常者なので我々は。もう頭に血が昇っちゃうの。頭おかしいんだよ。ちなみに俺もそうなっちゃう。お互い許そう。俺も許すから。みんなね、みんなもそういう分野があるだろう。僕はあの炎上だと謎の樹海の画像とともにごめんなさいごめんなさいごめんなさい、そしてありがとうって言って自殺を言わせた。そういうことも覚えたのかあいつ。舐めてるだろ人生よ。おい、あいつもなんかネット舐めてきてるな。演じ組を帯びてきてるな、あいつのそういうのが。
力技も覚えたんだ。だから野球を、ね、見てる人には、近づかない。これうちのルールにしよう。まあでもそれぐらいあったら全然、しかもなんか俺が知らなかった、一時期あったな。俺が朝雑談してたらさ、向こうが炎上してるぞ、みたいな。なんでどんなんで炎上してんだよって。嘘だと思ったら、なんか野球だとか言ってたけど、その話だな。結構前じゃない？ 2、3週間ぐらい。